今回は FD3S のドリフトセッティングについて解説していきます。やっぱり FD はドリフトが似合う。ちなみにウプ主がよく走っているこのコースはグランバレーというコースだ。この先の S 字コーナーに注目だ。ここだ。おお、まあまあですな。なんだ、雑魚か。すごい進入角度、ちょっと当たってる。でもやっぱりかっこいい。これは大外からスーパーカーを抜きに行くシーンだ。おーおーおー。ではここから FD のセッティングシートを公開します。真似したい方はここで一時停止してくれ。特にこだわっているところはあるのか。特にないが、どの車種でもバラストをリア側に置いている点だ。なるほど。あとウプ主は NPC をドリフトで抜く動画を作っているので、タイヤをスポーツミディアムにしている。なんで？レーシングタイヤだとグリップが効きすぎてドリフトしにくいし、逆にコンフォートタイヤだと滑りすぎて遅いのでオーバーテイクできないからだ。ではここからは FD のドリフトリプレイを改めてご覧ください。魔王魂のハルジオンと一緒にどうぞ。あとワイプでドライバー目線も。ワイプのドライバー目線はライン取りの参考にどうぞ。ご視聴ありがとうございました。